ただあのアルズたちのお父さんより僕の方がもちろん大変な上田は結構多いこの何十年目のえこれがね。だんだんだってなんか。いやだからもっといろいろ時間がいっぱいあるよって言ったらまだ行ってないところいっぱいあると思うんですけど大学行ってみたらいいと思うんですけどいい終わったはいいんだおい与一いかがですか。今は映像を撮っております。またチャイですか。ないもの飲みながらのチャイ飲みます。何飲んでるんですか。いい感じですね。1杯目はチビチビ。今日はろうそくがありますけど、ろうそくどうですか。高坂君と一緒の知り合いが持ってきてくれました。高坂さん見えますか。あ、いる。若い人ですよね。そう。はい、お酒。武家屋敷お祝い系。あれ、友達はグリーンカレーを作った？ラジオ中の3番になってる。ラジオ中の3番になってる。高坂さんどうですか。キャンドルね、本番に向けて何か頑張ります。本番は何本ぐらい来るんですか。本番はこれの5倍ぐらいなんで。5倍、結構あるね。どうなんだろうな、ね、350から400本ぐらい。あ、そんなに来る。はい、すげえ楽しみにしてます。はい、はい、ね、運ぶのも大変そうです。大変です。結構重いんだよねこれね。重いです。ね、はい、じゃあ当日頑張りましょう。でもお嬢たちがさ、まだ小島さん、どうですか調子は。両親に対して、自分の喜びを与えてないって誰か、まあ、なかなか、おでんの方は、うん、何を、うんうん、して紹介できるんですか。あ、いただきます、ね、おでんとバナナですね。だけどもう卵と大根はもうなくなっちゃいましたので、うん、あ、厚揚げじゃないですか。うまそうですね。あ、すごい、すぐ近く。何時行くんですか。足利でちょっとお客さんが来てくれて。でもどうですか、人の入りは良かった。
あ、よかったです。あの、いろんな人がこっちに来てくれて。ほんと？女子嫌いではない。いやいや、嫌いなことはないけど、いいよ別に、足りないなら入れなくても。いやいや、なんかこういう低カロリーなものがそばに。どんなイメージよ。嫌いではないよ。いらっしゃい。あ、どうも。ひょっとしてユーストずっと中継してる？ダダ漏れな感じね。綺麗だね。もう消します。素晴らしい。あ、土地の端っこへ行くの。長持ちする。あ、味噌でうまそうじゃないですか。いただきます。感動と揺らぐ心がないね。でも小島さんどうですか、これダベリバー、こうやってね毎回結構手の込んだ料理作ってますけど。お気持ち意外と手は込んでないですよ。本当簡単にできますね。そう皿あるよ、2、3枚くれる。でももうダベリバーと言ったら小島ですよね。言葉当てのにくいね。だってみんなにさ、ダベリバーにいて着ぐるみ着てる人ってわかるよ。いや言葉は小島さん、あのメガネが大きくて着ぐるみ着てる人ってすぐわかる。それは見た目の特徴を言っただけじゃん。いやでもみんな知ってる、みんな知ってる、来たことある人知ってる。あーとか言うの。あの人小島さんなんですかとかみんな言うの。どう、ダベリバー手応えありました？あ、出るんじゃないかな、かなか。そう、まあ、やっぱ夏場はかき氷ですか？どうしようかな、夏はそうだな。でもビールに合う、来週は長崎焼き鳥とか。焼き鳥時間の人かな。いやまあ、ビーガンの人にはその焼きナスかなんか用意しときゃいいと思うんですよ。嫌なんだね。それ嫌ない。両方用意しときゃいいと思うんですね。自分の世界ってものは何か。今日怖かったんですよ。あ、そうなの。たっぷり丸々あんまり。あ、ほんと。まあそういう時もあるわね。もう行くは大変だわ。そうか。でもこれね、3月10日と11日今度はあるわけですけど、小島君的には何か抱負はないですか？思ってますか。まあ、あの、なるようになると思います。なるようになる。意外と投げやりですね。12日は原石なんですよ。あ、本当。で今日は警察に行ってきたんです、ね。あ、どうでした警察？何もしね、あの、なぜかマラソンもあるんですよ。なぜかっていうか、もうマラソンの方が先に決まってたよね。いやだけど、なんでわざわざ3月11日にやるんですかっていう話で、なんかちょっと無神経な気もするね。ね、警察だってそっちに人を取られてるのにかかわらずデモまでやんなきゃいけないっていう。あの、もうね、泣きつらに蜂みたいな。泣きつらに蜂。じゃあ3月11日楽しみじゃないですか。楽しいことになりそうですね。まあね、まあ、逆に言うと警察官の手薄ですよ。まあそうだろうね。いや皆さんは楽しいですよ。僕はねちょっと現実立場的には辛いな。辛いの、なるほど。でもまあ原石絶対捕まらないからいいじゃん。いや、あとで呼び出しを食らうので、いじめられるんでね、はい、小島くんとか言ってね。話と違うじゃないか君って言われる。だってその通りだよ、騙すつもりで言ったんだもんみたいな。しかも小島くん確か前科があるよね。だってなんか20人しかいないデモで100人とか500人来るとか言って、警察すげえ警備してたら当日 10人ちょっとみたいなさ。 あったよね。100人って言って200人来たこともあるから、まあまあ。でも100人って言って200人来たよりさ、100人以上とか言って20人の方がショックが大きいよね多分。社長、だってその翌年行った時にお前らかみたいな対応されたじゃん。いやだからね、今日警察もね、あの5000人って言ったら、あ、5000人って言ったんだ。どこにどういう宣伝をしてるのかっていうことをやたら聞いてきたんですよ。いや要するにそんなに集まるのっていうことを言いたいの。集まるねえだろうみたいなね。いやだから5000人はね、でも5000人来ちゃう可能性もあるから、一応そういう検証しておかないと。で、こっちもそういうね、5000人で、ね、来て仮に3000人でもまあ、対応ができるわけですけど、3000人って考えて5000人来ちゃったら、ちょっと無理だよね。ちゅうかさ、1000人以上来たらもう対応できないよね。いや、まあ、対応するしかないんで。そうね。じゃあ、当日は原石でもう、ね、だから、
大変ですね、これ。でも10日も出番あるでしょ。10日は僕出番あるんですか。いや、サウンドデモの係じゃないですか。え、そうなんですか、僕は。そうですよ。サウンドデモで真っ先に逮捕される係は小島哲也ですよ。そんな係嫌ですよ。その、牛の格好で連行される小島という映像がね、ぜひ欲しいなと思ってます。なんか紹介に逮捕されたらダメなんですか。そうだよね。11日原石なんですか。そうだよね。じゃあ逮捕しないよ、警察も。安心して逮捕されそうだったら僕11日の原石なんで大丈夫かな。そしたら警察もちょっと面倒くさいから逮捕しないわ。はい、じゃあ食べりば大成功ということでね、はい、じゃあ小島さん制作の味噌おでんをちょっといただきますので、じゃあ小島さん、皆さんにメッセージを一言。メッセージ、3月10日11日、ぜひね、とにかく、愛知県至る所でやってるらしいんですけど、まあ、名古屋が一番大規模になりますね。私、豊川の地元で豊橋でやるんで、ね、やるの？やるんで、いつやんの？11日ですよ。3月11日に豊橋でもやる。ああ、小島君も豊橋でやるわけじゃないね。ああ、豊橋にもあるよってことね。いや、本来僕はそっちに行くべきなのかなっていう。でも原石だからさ。そうな、僕その軽く顔出すっていうのがいつもこんな顔になってる。動く人いないからそうなるの、ね、頼りにされてるってことじゃないですか。ちょっと顔出してって言われただけのはずなんです。ないですか。もう全国をまだ原石ですよ。5000人でも原石。日本を全国を股にかける活動家小島哲也だから、そこはもうね。まあ失礼ですよ。いや、まあ俺じゃなくてよかったよ、原石。バスが本物に入ってる。はい。まあまあ、じゃあ楽しみにしてますので。ね、あと僕ね、この本物の関係のね、インナリベーターをやる予定で、いや、僕とエタマンとか、サポートしてるんです。でも、はい。そういうことで、はい、よろしければ。はい、また、あとデマクラシージャパン次いつですか？と思います。また1ヶ月ごとにやっていきたいんです。今日ね、だから、あ、やるつもりだった。ダメだね、自分が仕事しながらだとできないってことね。できない、できない。そう、できない、できない。またやりましょう、デモクラシージャパン。ちゃんと、そのための時間を作って やった方がいいなってことを今日分かりました。やっとで分かったんですか。あ、何？デモクラシージャパンのつもりであそこ CNN しかある、ユーストあったの？一応7時9時で放送しますって言ったって。あ、行ったの？行った手前、成長した手前、やらないとまずい。究極の長野族じゃないですか、なんですかそれ。そうね、本当ね、いろいろ入ってやれるかと、やっぱり仕事をやりながらと思うんで。当たり前じゃないですか、小島さん。おでん奉行なんだから。じゃあ、着物を着てくる。じゃあまたちょっとゲスト呼んでやりましょうね。あなたは髪の毛をちゃんと着物に作るんです、ね、はい、じゃあまたよろしくお願いします。はい、頑張りましょう。はい、どうも。